こんにちは。今日は合唱ミュージカル「飛べない蛍」について話したいと思います。僕が、この前7月末に2日間で3公演、瀬戸ピース合唱団という合唱団のお仕事で、この「飛べない蛍」という合唱の演奏を参加させてもらって、その時、ピアノじゃなくてね、シンセサイザーという役で演奏しました。この曲は、合唱と、そして基本的にピアノ伴奏がずっとあって、それにシンセサイザーでいろんな音を一緒にやるっていう感じの編成です。で、いろんな音が、この曲シンセサイザーっていう名前がついてるパートがあって演奏するんですけれども、僕がこの今ここに映ってるこのピアノをローランドの RD2000 というこのステージピアノと呼ばれる電子ピアノなんですけど、これを7月にちょうど買って、ちょうどその仕事が入ってきたので、めちゃめちゃいいタイミングで、なのでこの楽器の初仕事になった作品ですね、「飛べない蛍」っていうのは。で、厳密にはこれはシンセサイザーではなくて、ステージピアノっていう、コンサート用、ライブ用の電子ピアノの中で、ローランドの中ではフラッグシップモデル、最上級のモデルなんですけれど、音色が千何百種、1100種類ぐらいですかね、入ってて、ではこの曲の音色を全て網羅している。で、この曲は一応パートがそのピアノとシンセサイザー用ということになってはいるんですけれど、どうやら作曲者さんがいろんな音が出るだろうということで、シンセサイザーと書いてあるけれど、実際はこの音が出れば電子ピアノとか普通の、ね、のでも全然構わないだろうという、そういうことみたいですね。で、この曲には、必要な音色が8種類ありまして、9種類、厳密には9種類あるのかな。基本的に8種類あって、その音を、適宜このピアノで音色を変えながら弾くことになります。なので今このピアノの音は一切登場しませんでした。ピアノはグランドピアノのピアニストの方がグランドピアノでずっと演奏されてたので、僕はピアノ以外の音を出していたということになりますね。で、今日はその音をいろいろ駆使してこの楽器を扱っていくということについて話していけたらなと思ってます。で、まず8種類の音をやるっていうのって思ってるより難しくって、で、演奏中に音色が切り替わることもあるんですね。それだと本当に複雑な操作をしてピピピって変えたりとかするのだと本当に間に合わない、音が間に合わないので、素早く簡単に操作できてさっと切り替えられるような、そんな操作を求められるので、すごい念入りにこの機械のセッティングを準備しなければなりませんでした。で、その時のプログラムがあるので、ホタルっていう名前で登録してありますね。こうします。OK。そうすると、今、ここに見えますかね。8本の、1、2、3、4、5、6、7、8、8つのゾーンがあって、こう押すと点灯します。ライトが。ちゃんと映ってますかね。そしてここにスライダーがあるっていう状態なんですけど、この一つ一つに音色を一つ登録することができます。で、今登録されてるのが、1番目が GX ストリングス、ストリングスですね。
これが弦楽器のアンサンブル、合奏してる音、一つの音を押すだけで弦楽器が重なった音が鳴るっていう音色ですね。今回の「飛べない蛍」ではこのストリングスっていう音がほぼ大半を占めて、ずっと、コンスタントにこの音が活躍してます。なので一番目にこの音、一番よく使うので、ここに、ストリングスの音を入れてあります。そして2つ目にあるのがフルストリングスってやつですね。これもさっきと同じストリングスで弦楽器の音なんですけど、さっきとね違うんですよ。わかりますか？こう、さっき弾いてたやつが、そして2つ目のフルストリングスが、微妙にニュアンスが違うのが聞き取れますでしょうか。これ何が違うかっていうと、まあ、音の立ち上がりが違う2つを選んでるんですね。1つ目はゆっくり音が立ち上がってくる。そして2つ目の方は、パッとっていう性格が違うんですね。例えば1つ目の方、これどうやって使い分けてるかというと、今回上映した「飛べない蛍」は、オープニング BGM っていうのを使用しなかったんですけど、それが最初本当はクラリネットの音を使うんですけど、その音がこのオープニングでしか使われないのでクラリネットは省いてます。なので本当は9種類だったんですけど、ちょうど8種類のゾーンに当てギリギリぴったり当てはめることができたので、うまくセッティングできました。で、最初の第1曲目「目覚め」という曲で、これがこういう始まりです。設定としては初夏の夕暮れ、静かに舞い立つ蛍っていう設定が書いてあるんですけれども、そういう静かに、ね、目覚めていくようなそういうシーンなので、そういう場面ではこういう立ち上がりの遅いストリングスの音を選ぶようにしてます。そして2曲目が「僕らの夏を」っていう曲だったんですけれど、これは結構元気な曲で、ピアノパートを弾くと、まあ、ピアノで弾かないと意味ないな。まあこんな雰囲気なんですけど、結構テンポのいい元気な曲なんですね。そういう時はこういうメロディーなんですけど、こういう元気なメロディーなんですけど、これをやるときに、さっきの最初のメロディーじゃない、最初の立ち上がりの遅い音色のストリングスだと、ちょっと立ち上がりが遅いのでテンポについていかいけないというか、ふさわしくない音色になってしまうし、あとピアノの音色とも合わなくなってしまってずれてしまうんですね。なのでこの立ち上がりの速い方、使ってます。この2つの2種類のストリングスを使い分けて、ゆったりした時とテンポが速い時と使い分けて演奏してます。
曲でこういう音が出てくるんですけど、僕らの夏をボーボーボーっていう、これが早いので、こういうところなんてさっきの立ち上がりの遅いストリングスだとダラララのところがはっきりしなくて何弾いてるか聞こえない状態になってしまうんですね。合唱の音とか他の音にかき消されてしまうし、なので、まあ、主に全体とのずれやすいっていうのもあったし、この2つ用意するっていうのが結構肝心でしたね。で、この曲のあとは、本当は3曲目なんですけど、本来はミュージカルナンバーとしては20番の星の子供たちってとこに行きまして、これがブラスの音ですね、吹奏楽の音になるので3つ目の音をブラスの音にしました。これ音です。これがメロディーなんですけど、こういう元気な曲、こういう音ですね。さっきのストリングスとは打って変わって元気なブラスの音なんですけど、これはこの曲ともう一曲、今夜は朝までって曲で使うのかな、この曲はそうですね、すごく元気なシンセも音バリバリ出せるような感じではあったんですけれども、一個押すだけでこれも複数の吹奏楽の金管楽器の音とかが鳴るような音です。ですね。で、気をつけたいのが、これ各ゾーンそれぞれ音量を設定することができるんですけれども、同じ音量に設定したとき、それぞれの音量、出てくる音っていうのが違うんですよね、音量が。違うので、それぞれの楽器の特性、楽器、音色の特性に合わせてそれぞれ音量を設定する必要があるんですけど、で、この機械の場合は一つ一つ音量、音色ごとに8個のゾーンで設定することができるので、いちいち設定しなくてもある程度の基準をもう最初に決めておけるっていうのがすごい、ありがたい楽なポイントでしたね。これ本当に重宝しました。そして戻ってミュージカルナンバーさんの飛びたい、これはゆったりのストリングスの音色を使って、こういう感じですね。そして、あ、待てよ。20番だったかな、さっきのやつ、あ、違うな、3番は、そういう感じで、次は4番、これもストリングスの音かな。ずっとしばらくストリングスばっかりの音が続きますね。
5番「はかげで」っていう曲は最初ずっと、シンセ、ストリングスの音が C の音をね、鳴らしっぱなしっていう曲なんですよ。こういうね。その間ピアノは、これちょっと今ピアノの音じゃないですけど、こういう曲を弾いてて、その間僕はずーっとこれを押さえっぱなしにしてる。まあ、ペダル踏んでればこうやって話せるんですけど、これをね、12小節間伸ばしっぱなしにするっていう。これはもうピアノだとずーっと音がどんどん減衰してしまうので、シンセだからこそできるっていう曲ですね。次、6番「風よ教えて」。これ僕すごい好きだったんですけど、これもストリングスで始まる曲ですね。この歌がすごい綺麗な歌で大好きでした。で、7番の「土の中の人気者」と「僕らしく君らしく」っていうのは設定でカットになってましたね。次が9番「憧れ」。高く登ろうってやつですね。これが、この曲がね、ホルンの音が出てくるんですね。ここで4つ目の音色、ホルンの登場です。4番目のゾーンにホルンを設定しました。これフレンジホルンの音ですね。最初10小節ぐらい休みがあって、途中で曲の途中でっていうホルンパートが出てくるっていう曲です。この曲の難しいところは、この音色がなぜかペダルが効かなくて、ペダル踏んでも持続してくれないんですよ。つまり指レガートを絶対やらないといけない。この和音になったところも、これをペダルに頼ろうとするとプツって切れちゃうことになるので、これは両手を使ってやってましたね。なんでなんだろうな。この音、このここら辺の息は結構ホルンっぽくて、忠実というか本当にホルンっぽい音だなと思って、僕は素人ながら、これも結構音が目立って出てしまうので、音量のバランスがちょっと気を使った部分ですね。で、この曲は途中からシンセの音に切り替わるっていうところがあるんですね。チャ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 。こういう感じでシンセの音、シンセじゃないや、ストリングスの音に切り替わるので、それも切り替わる小節が1小節とちょっと2小節ないぐらいの感じだったので、タッ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 タ
1、2、3、4、タッ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 タ
さっき別に遅くなかったな。これぐらいのポチポチピンっていう操作が誤らないですよね。ここでもし違う音色のボタンを押してたら、ブラスの音になっちゃったりしたらめちゃめちゃかっこ悪いですからね。結構これがシビアなところでした。で、ストリングスに切り替わったところなんですけど、音楽的には結構音量を幅広く出していきたいところなんですけど、ここが劇がセリフがある場所なんですよね。セリフがある場所だと、そのセリフを書き消さないようにしないといけなくて、あくまで BGM 的な扱いになってる部分ってあって、やっぱセリフありきの劇なので、セリフが まず第一に聞こえないと進行がわからないので、そのためにもう音楽としては本当にもっとガーってやりたいんだけど、演出の方がその音量のバランス、セリフが聞こえないといけないっていうので、もうちょっとその音楽を演奏を落とせないだろうかっていうところで、結構ギリギリの両者のバランスで見てやってましたね。音量のバランスが本当に一番大変だったかもしれないですね、この劇やるときに。しかもアコースティックの楽器じゃなくて電子の楽器なので、もし例えばふっとこう最大の音量になってたりとかしてパンって出しちゃったら暴力的な音が出ちゃうし、設定次第で。それがアコースティックとは違う、全部人の手じゃなくてある程度機械でに任せられてる部分もあるっていう難しさでしたね。だから一番最初の本当に1曲目の一発目の音なんてめちゃめちゃ結構ドキドキしてて、爆音を鳴らす前とするあまりかすっちゃって音があんまり出ないみたいなことが最初の頃は結構起きてました。続いて、ミュージカルナンバー10の「子供と蛍」、これは「蛍ほうほうほうたる声い」っていう歌がアレンジされてる曲なんですけど、この曲はグロッケンの音を5番目に使用してますね。この音です。ピアノがこうやってやってる上でグロッケンの音が、蛍光のメロディーを歌の子と一緒に演奏するっていう曲で、綺麗ですよね。でも今実はこの鳴ってる音、グロッケンじゃなくてチェレスタの音なんですよ。っていうのも、本当のグロッケンの音を、グロッケンの音が、入れないな。そう、グロッケンの音が、どこにあるかな。鐘の音みたいなのも結構あって、どの音がいいかなって結構選んでましたね。どの音が一番いいのかなみたいな。それでたどり着いたのがチェレスタだったんですけど、あ、これだ、グロッケンシュピール。グロッケンシュピールっていう音を最初は使おうとしてたんですよ。そのまんまグロッケンっていう指示が楽譜にあるので、ただこの曲
この曲じゃない、この音が実はこの実音とちょっとずれてるっていうか、この音だけじゃない音が混じったりとかしてて、ピアノと合わせた時に合わなかったんですよね。変な感じになっちゃって、それでちゃんと楽譜通りの実音が出る音じゃないとダメだっていうことで、替えの聞く音をいろいろさっき試してたみたいに探してってたどり着いたのがこのチェレスターなんです。で、今これ寄付されてるそのままの音を使ってるんですけど、これだとちょっと低いんですよね。これぐらいだよなっていうことで、ここはあえて1オクターブ上げて弾いてます。グロッケが出てくるな、この音だけですね。こういう音とか、飛べない蛍に、捕まえようとする女の子の手が迫ってくるぞみたいな時とか、あ、こう星が流れたか、その時一つ星が流れたっていう歌詞がこの音の後にあるので、星が流れる音ですね、これ。そうだそうだ。あと、小さな光が手の中に飛び込んだ時の音として、こういう蛍の光っぽい柔らかだけど透き通ったような、そんな音色が表現されているところですね。11番が「僕らは忘れない」という曲ですね。これはストリングス。これもいい曲でしたね。で、続いて12曲目は、ひろちゃんの家でっていう曲ですね。これはピアノソロの曲だったので、僕は聴いてました。これは可愛い曲でしたよ。ピアノだったけど、このグロッケンのチェレスタか、チェレスタの音でやってもすごくいいと思いますね。はい、出ました。13曲目、この「今夜は朝まで」っていう曲がね、めちゃめちゃくせ者でした。っていうのも音色のね、切り替えがかなりシビアなのと、この楽譜のこのリピートとかで楽譜をこう行ったり来たりするのが難しかったんですよ。で、僕はもうこの本の原本の絶対全部使ってやると思ってたので、この付箋を貼ったりとかして駆使してやってましたね。これはブラスの音でした、最初。結構楽しげな曲ですね。今夜は朝まで騒ぐぞっていうあれですから。問題はこのちょっと進んだところなんですけど、フルートの音が出てくるんですね。それも1小節でフルートの音に切り替えなきゃいけなくて、この1小節も結構あっという間に過ぎてしまう1小節でした。で、この、6番目の音に
フルートの音を入れました。こういう音です。なので最初ブラスの音をやってて、123 D ティタトゥトゥン、練習してました。そして、これがまたフルートが続いて、ここがまた一番の難所だったかもしれないな。フルートが「トゥルル」っていうピアノがグリッサンド入るんですけど、そのグリッサンドしてる間に、ダルセーニョするので、ここまで楽譜をめくって、さらに音色をブラスに変えてていう作業をやってました。なのでリアルタイムで再現する、再現できるかな。ちょっと今実はもう本番終わってから、1ヶ月以上、2ヶ月ぐらい経ってるので、ちょっと演奏とかやり方をちょっと今思い出しながらやってる感じなんですけど、できるかな。2、3、4、できましたね。そう、4拍の間に、めくって音色を変えて、パンって。これもリハで一回音色を変え忘れたりとか、変え間違えたりとかして変な音弾いちゃったことがあったんですけど、本番結構ヒヤヒヤしてましたね。でもうまくいきました。14番目は嵐。これはもう、もう音響さんの SE、効果音、嵐の効果音、雷とか、そういう雨とか、そういう効果音と、あとは楽器のソロ、もう見せ場っていう感じでしたね。これはストリングスで。これはもう本当にピアノの見せ場って感じでしたね。で、途中から僕が入るんですけど。どうでかいか。この曲で苦労したのは、結構シンセの音が他のセリフとかピアノの音とかをかき消してしまうってことで、バランスを、音響さんが抑えめに設定してコントロールされてたので、でもこの曲はもう結構大きい音を出したかったんですよ。っていうのも SE、効果音もすごいかなりの大きい音出てたので、もう全然聞こえない状態だったんですよね、最初。で、指揮者の先生が、もっと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 出してってやってくるんだけど、僕はもう本当に音量、マスターのボリュームを最大にして、こっちの音も最大にして、もう一番爆音出る状態でやってたんだけど、必死に弾いてたんだけど、それでも全然出てなかったので、後で、音響さんと指揮者と、あとピアニストの先輩と、ちょっとした、会議みたいな感じで、相談して音量を上げてもらえるように頼みました。で、多分本番はちゃんと聞こえてたはずです。結構激しい曲なのに一生懸命弾いてても音が鳴ってないっていう悲しいことが起きちゃいました。15番負けないぞ。これね、泣かせる曲なんですよね。で、ここでチェロのソロが出てきます。ピアノの伴奏が1小節、1小節じゃない、1拍入ってすぐ、こういうチェロの音なんですけど、このここに映る？映ってる？ここにピッチベンドっていうのがあって、これをビブラートに使うことができるんです。この押しながらこっちに前に倒していくとビブラートがかかってる。
で、かかり具合を調整しながらできるんです。で、これをこっちに倒すとピッチが上がります。っていう機能があって、これを、こういう風にして、なんか、ちょっとやって ビブラートっぽくやってました。ちょうどこの時、同時進行で、チェロの人との仕事があったので、チェリストの先輩に、チェロのビブラートってどういう感じで書けてますか？みたいなことを聞いて、ちょっと勉強したりしてました。僕、ちょっとだけ高校3年間、副科、本当にちょっとですけど、チェロやってた時期があったんですけど、ちょっと知ってるつもりだけど、でも、やっぱ全然素人なので、わからなかったので、聞いて、そしたら、低めの音は結構大きめにかけるとか、そういういろんな楽器の特性とビブラートのことを教えてもらったりしました。で、この曲もストリングスに、途中で音色が変わりますね。と思ったら、またチェロが出てきたりとかして、チェロとストリングを入れ替えてやるって感じかな。負けないぞ、負けないぞ、必ず君を助け出すんだっていうところ、結構感動的でね、本当に泣けますね、ここは。ホタルを助け出すところでみんなが掛け声を言ってるってことか、すごい感動的でしたね。で、16番「僕らはホタル」、これ、この曲、このミュージカルで一番言いたいことですよね、きっと。じゃなかったかな、この曲は。たとえ目が見えなくたって、ホタルなんだよって。羽が欠けていて飛べなくたって僕ら蛍なんだよって、一番メッセージ性のある場所だったかな、この曲が。この曲もずっと、これはストリングスか。そうですね。これはそんなに大変な切り替えとかなかったので、歌の子たちを、劇をしっかり見て楽しんでいました、僕は。途中の転調してからのとこがめちゃくちゃいいんですよね。蛍だよ、みんな蛍だよ、見えなくても惹かれなくても、たとえ飛べなくても、みんなみんな蛍だよ。めっちゃいい曲でしたね。この曲ずっと最後までストリングスかな。そして次は17曲目。これカーテンコールになった曲だよね。ああ、この曲だ。そうそうそう。この曲はピアノと僕、ストリングスが同時に一緒にスタートする曲なんですよ。なので、タイミングはもちろんなんですけど、僕は結構音量に気を使ってたので、ここで結構大きい音でパーンって出しちゃうと一気に雰囲気崩れちゃうので、音量を気にするあまり
ちょっと尻込みしちゃってタイミングがずれたりとか、そういうことがリハで起きてて、ずっと調整の連続でしたね。演奏しながら、例えばこう音を伸ばしながらこうやってデクレッシェンドしていったり、音を大きくしたりクレッシェンドしたりっていうことが、僕マスターのボリューム使ってやってたので、個別の音量の設定は基本的にこうなってるんだけど、それを軸に全体のボリュームをコントロールするっていうことをやってたので、結構ずっとかなり繊細なコントロールをこの左手でマスターのボリュームを細かく調整してました。強弱をこっちの手でできない分ね、どうしてもこうそれをやらないとかなり機械的な音楽になってしまうというか、もうずっと同じ音量で鳴り続けちゃう音なので、どの音もそうなんですけど、だから細かいニュアンスをこれでずっとやって、そこに気を配っていました。あ、この曲はバイオリンが出てきますね。ついに8番目の音色が登場します。これもビブラートを使ったりしてましたね。このソロ感がすごいだね。ここも感動的なんですよね。僕が目になるよ。君は僕の羽になって。歌がスラスラと歌えないんだけど、こことこの歌と。僕が目になるよ。このバイオリンのソロとの掛け合いがね、すごく美しいところでしたね、この曲は。ただこのバイオリンの音がうるさすぎるかもしれないということで、音量を音量のバランスを結構、繊細に指摘されてたところだったので、かなり気を使ってましたね、ここも音量を。何がいけないって、この会場、そのステージ上で聞いてる音量と会場で聞こえてる音量っていうのが全然違うんですよね、多分きっと。モニタースピーカーあったけど、それでもよく分からなくて、ちゃんとどういうバランスで総合的に聞こえてるかっていうのが確認できなかったので、それがもうずっと不安を抱えながらっていう感じでした。本当に音量のバランスが一番大変でしたね。これも1小節でストリングスに切り替えるっていうところがあります。ソロバイオリンからトゥッティになっていくって感じですね。ソロから合奏になってどんどん盛り上がって最後に向かっていくっていうところですね。転調して、思い出して泣けてくるな。今弾いてたメロディーのところは楽器のソロっていう感じですね。僕とピアノのストリングスとピアノのソロって感じなんですけれど、だから結構音楽的に本当にいいところだから思いっきりガーって弾きたいんだけど、でも合唱の子たちがセリフを飛んでる、飛んでじゃない、セリフを喋ってるところだから、あんまり激しく音量を増やすってことはできなくって、音量をずっと探り探りリハで何回も調整してたところですね。最後はこれはエンディングの曲かな、本当に。白鳥の星座目指して18番。
この曲本エンディングの曲なのに僕最初の方全然出番なくって、えーっていう あ、でもいいとこで でも結構音数少なかったかな。あ、でもそうか、後半で。この8小節間はピアノが伴奏だし、メロディーが僕しかいなくって、セリフもないので、本当に唯一のめちゃめちゃ見せどころのストリングスソロっていう感じでしたかね。ここはもう何の配慮もっていうか、もう本当に自分が出していい場所だったから気持ちよく弾いてたと思います。けどすぐにまたその前後がでも気使ってるから、その切り替えがまた難しかったんですよね。最後の方はもう音量マックスにしてブワーッと弾いてやってましたね。緊張して一番最後が。